します。ピエピロ、ごきげんよう。ベルです。女の人は悪い男に惹かれるって言うじゃないですか。でも悪に立ち向かう悪ってもっとかっこよくないですか。そんな世界を教えてくれたのはこの本でした。今回紹介するのはこちら、藤井志奈美著、今からあなたを脅迫します。タイトルからして気になっちゃう。ディーン・フジオカ、武井絵美ダブル主演でドラマ放映中です。灰色のヒーロー誕開幕、新星がエンタメを挑発する。謎解きの極意は脅す。その脅迫は誰のため。ポップなクライムミステリーが始まる。はい、最近ドラマや映画の原作を紹介することが多くなりましたが、皆さん原作は気になっちゃう派ですか？本日の投票カード、ポチッと押してみてください。私がこの本を選んだのは、定期的に軽いミステリーを読みたくなるんですよ。だから仮面病棟以来かな、購入してみました。タイガー、タイガー、ジレッタイガー。懐かしいですね。これ講談社大河っていうレーベルから出てるんですけど、私初めて知りまして、ラノベ的なミステリーが多いのかな。20から30代がターゲットみたいです。作家藤井奈美也さんの作品を初めて読んだのですが、このレーベルコンセプトにぴったりだと思いました。本当に面白かったので概要言っちゃいましょう。今から君を脅迫する。きっかけは一本の動画。脅迫屋と名乗るふざけた覆面男は元彼を人質に取った。命が惜しければ身の代金を払え、という。ちょっと待って、私恋人なんていたことないんですけど。誘拐事件からつながる振り込め詐欺騒動に巻き込まれた私は、気づけばテロ事件の渦中へと追い込まれ、人違いから始まる陽気で愉快な脅迫だらけの日々の幕が開く。一言で表すのならば、陽気な脅迫、地球を救う。なんかもじってますね。それでは詳しい特徴、感想は、さあ皆さんご一緒にいでよレーラーチャート。今回こんな感じです。本って最初のさ、読んで調子をつかむまでが結構苦痛なことあるじゃないですか。でもこれは最初から面白い。それじゃ楽しみに待ってるよ、君の面は。動画配信者としては動画から始まるっていうのに興味を持っていかれましたし、 YouTube っていう言葉も出てきましたよ。小ボスを倒しながらラスボスに近づいていくっていうのかな、ゲームをやっているようなエンターテインメント性があります。ストーリーも単純明快で、登場人物も少ない上に脅迫やギャルのハッカーなどキャラ立ちもしていて、スルスル読めちゃいます。掛け合いも面白く、コメディの疾走感がありますね。まあ若干ギャグが寒いような部分ありますが、私の動画のノリについてこれているあなたは大丈夫です。それより主人公の女子大生の言動に引っかかるところがあるかもしれません。純真無垢だけど正義感は一丁前、結果ひっちゃかめっちゃかしちゃうところ、あれ人を疑うくらいなら騙された方がマシです。なおちゃんって本当にバーカだよね。ライアーゲームの神崎直を思い出しました。なんで福永の方が似ちゃうんだろう。じゃあ秋山さんポジションがいるのかといえば、やっぱり脅迫屋ですよ。いやー、これは彼に恋する女子続出でしょう。脅されてふわっと消えそうで、でもさらっと男気があって、どうでもいい話なんですけど、私ライアーゲームの時の松田翔太さんが GTO の時の反町さんの次に好きなんですよ。いや、だからどうでもいい話って言ったでしょ。で、脅迫屋なんて名前だからスリル満点なのかなと思いきや、意外とそこまでではないですね。やはり娯楽性重視なのでしょう。だから大雑把なところとか表現力とか心に残るとか、そういった部分では注意が必要かもしれません。でも最近読んだ軽い読み物の中では一番合ってたかな。あ、建築士と同じぐらいおすすめです。ものすごく映像向きな作品なのでドラマ化も納得です。そして続編も出ていますので、こちらもぜひ読みたいと思いました。ここでおすすめの人
診断。丸×で答えてね。1、最近読書が進まない。2、賑やかな作品が好き。3、とにかく楽しみたい。4、ダークヒーローに憧れる。5、女子大生だ。はい、一つでも丸がついたという方はぜひ次読む候補に入れてみてください。続きまして、課題図書の発表です。ブルーブーン、私を離さないで。ノーベル賞作家来たー。参考までに動画概要欄に Amazon リンク貼っておきます。いや、ここだけの話、私脅迫メール届いたことがありまして、このメールを3人に回さないと不幸が訪れますって。ジェメリアナイカーイ。以上、最後までのご視聴ありがとうございます。書評動画良かったや、また見たいなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録評価のほどよろしくお願いします。それではごきげんよう。今からあなたを脅迫します。次の動画も見てね。